王行は、中国三国時代の軍人、政治家、義に仕えた。字は彦抜き。紀州清川軍の人。農家の出身であったが、同郷の蔡林に才能を見出された。あと、巨誠と共に名士として知られるようになり、中央に出て官職に就くことになった。一度、官を退いて故郷に戻ったが、間もなく、江夏大使に任じられた。在職中。 曹操が絹を送りつけ、呉の国境で交易させようとしたことがあった。王行は添えられた手紙も開かず、缶を捨て再び帰京した。母は、息子が勝手に職務を放棄したため、部下の前に置いて、棒で50回叩いた。これを聞いた曹操はそれ以上何も咎めなかったという。母が、お前は、農家の子から大衆にまで出世しましたが、文に過ぎた官位は、 災いのもとです。出資するのはもうやめておきなさいと言ったが、王行はその言葉に従わなかった。その後、幼州志士に昇進した。255年、職官の脅威が、老政軍に侵攻すると、陳康氏は、職軍に備えて、王行を、適当に駐屯させた。しかし、王行は、西で、職軍と戦うも大敗し、数万の兵を失ったため、 敵道場で、食軍に包囲される窮地に陥った。また、チミヤス氏の援軍が来るまで城を守り通した。王行は探索し、兵糧は春にも足りず、救援がなければ、城は陥落し、一州は失われていましたと言った。その後、中央に召喚され、司令行為、証書に任じられた。チミヤス氏は、王行は、食軍と交戦せずに、 適度の守りを固めるべきであったと批判している。二百六十年、芝氏の専用に耐えかねた総坊は、王京ら大臣を呼び、自ら兵を率い芝明を除くことを告げた。王郷は、その無謀を懸命に冷めたが、聞き入れられなかった。王陳や王郷が、芝明に、挙兵の計画を知らせたのに対し、王郷は、 祖母への忠義を貫き、柴明に中心しなかった。そのため事件の後、反逆罪とみなされ、家族もろうとも東市で処刑された。関心春秋などによると、処刑される前に、王行が母に不幸を浴び、母上の言葉に従わず、このようなことになってしまいましたと言ったが、母は、微笑んで、昔、お前を引き止めようとしたのは、 ふさわしい死に場所を得られないのではと心配したからです。今ここで死ぬことを、どうして恨むでしょうかと答えたという。元部下の向井武氏は、東市で国境して、大行を弔った。また、同じく部下であった、候補案は家財を売り払って、葬儀の費用を苦面し、王行とその家族を埋葬した。上記の関心春秋によると、王行の孫は、処刑を免れている。 265年に精神が成立すると、芝縁は、ゆえの少書を今日は法によって処罰されたが、その志は評価するべきであるとして、孫を老中に取り立てたとある。ありがとうございます。